東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか水川あさみの彼氏って女優の水川あさみ32と俳優の大東俊介29の都内でのデートを7月31日発売の写真週刊誌「フライデーが報じている。 同氏によると、キャッチされたのは、水川の誕生日前夜の7月23日。二人は同じ事務所に所属。これまでも、銀座でのシャブシャブデートなどが報じられていたが、事務所は、先輩、後輩の関係で、恋愛関係にはないとしていた。この日は、担当者が、不在のためお答えできませんと、コメントした。昨年に報道されたシャブシャブデートのニュースは、 女優、水川あさみ、31歳と、俳優、大東俊介、28歳との、ハロウィンデートがキャッチされた。仮装した人々で街が溢れ返った、10月31日のハロウィンナイト。東京、銀座には、こんなカップルの姿が。仮装はしていなかったんですけど、浮き足立つ街の雰囲気に乗せられてか、二人もテンション高めで。堂々と手を繋いだり、彼が、 腰に手を回ししていました。お目当ての店を探す時には2人は体を寄せ合ってスマホの画面をチェックしていましたよこのカップルは水川あさみと人気ドラマ「タンブリング DBSK」や映画「クローズゼロ」などでブレイクしたイケメン俳優大東俊介この日水川は主演を務める舞台 THE39 ステップス終演後会場に来ていただいたとうと 一緒にに銀座に繰り出したようださらに、ハロウィンから、2日後の11月2日、舞台を終えた水川は、自宅近くの人気豚しゃぶ店へ直行。その直後、待ち合わせをしていたようで、大東も合流した。この店は、水川さんが、テレビでこっそり通う店として紹介したこともあるほど、彼女の行きつけで4から5年通っているそうです。 鰹つおだしのスープに、たっぷりのネギを入れて食べる関西風の豚しゃぶが名物です。水川さんと大東さんは、お互い大阪出身ということもあって、その関西の味を楽しみながら、関西弁で盛り上がっていましたよ。水川さんの方が、鍋を仕切っていて、姉さん女房って感じでしたね。2時間ほど、しゃぶしゃぶした二人は、人通りの多い商店街を歩き始める。この時は、 少し距離を空けて歩いていたが、薄暗い住宅街に入った後は、水川が、彼に腕を絡めたりと急接近。そのまま15分ほど歩いて、水川の自宅マンションへ。中に入る時には、周りの目を気にしてか、別々の入り口から入る警戒ぶりだった。ちなみに、この時大東派、合鍵を使って中へと入っている。こうして、 無事に大東をお家に招き入れて止めちゃった水川水川さんと大東くんは同じ事務所の先輩後輩ですもともと大東くんは別の事務所に所属していたんですけど3年ほど前に移籍したんです最初は先輩後輩としての仲良しって感じだったんですけど一緒にいる時間が多くなって自然と付き合い始めたみたいですよ 水川あさみの元彼氏といえば、相葉雅紀と小出圭介などですが、2004年に、相葉雅紀と破局と報じられるも、2010年2月にフライデーされる。その後、ジャニーズ事務所が、二人を別れさせたと噂されています。その後、小出圭介と熱愛するも、2013年初めに破局。2013年10月には、中島優斗との食事をフライデーが報道。